はい、アクアチャンネルのザッキーです。今回はこちら。スバルのクロストレックが納車となりましたので紹介していきます。はい、ということで今回新しいデモカーとして購入しましたこちらのスバルのクロストレックなんですが、グレードはリミテッド、ルフレル付きです。2000cc の e-boxer AWD のモデルになっています。装着オプションはナビゲーション機能。 それからステアリングヒーター、そしてシートヒーター、それからルーフレールになります。ボディカラーはこちらもオプションになります。クリスタルホワイトパールになっています。はい。こういった形で、いよいよ新しくデモカーとして納車しましたので、当店のオリジナル商品ですね。カット済みシートであったり、カット済みのプロテクションフィルム。このプロテクションフィルムはいち早く発売したいなと考えております。 それから、この後紹介していきますが、LED としまして、ウィンカーですとかリバースランプとかあるんですけれども、テールゲートの部分、こちらもですね、レボーグの時のようにできそうな感じですので、このあたりも見ていきます。はい、こういった形で、納車もしましたので、内外装を含めて少し紹介していきたいなと思います。はい、では内外装の紹介になりますが、まずは外装からですが、当店のオリジナル商品、 こちらの細かい商品ラインナップ、発売予定の場所、こういったところをですね、交えながら紹介していきたいと思います。はい、ではまずはフロントからですが、やっぱりまずはここを保護したいですね。ヘッドライト、飛び石とか、そういった磨き傷とか、さらに紫外線、これらを保護してくれるプロテクションフィルム。これはですね、カット済みでラインナップしたいと思います。ちょっと特殊な形状ですけども、 DIY でも張り込みできるような、そういった商品にしたいと思います。あとはですね、やっぱりこのクロストレック、こういったところが特徴ありますね。フロントバンパーとか、こういったフェンダー、樹脂のパネルになっているんですけども、かなりの面積ですけど、ここをカーボン調にしたらかっこいいんじゃないかなと思います。このあたりは、このサイドもですね、そしてリアフェンダーにもあります。このままリアバンパーにも、 続いていきます。ここカーボン調はなかなか迫力あると思いますよ。このあたりもカット済みで張り込みしやすいような、そんな商品にしていきたいと思います。あとはですね、スバルオーナー様には大人気の,このエンブレム。フロント、そしてリアエンブレムがありますが、当店のエンブレム加工。ブラックカーボンシートにこのムツラ星の部分にクリアカラーを施せる、そういった商品。そして、 さっきはこのメッキがとても気になりますので、このメッキをですね、ブラックアウトできるようなカーボンシートですとか、ピアノブラックシートなんかも高級感があっていいと思います。そんな商品も発売していきます。このエンブレムは、はい、ホイールにもあります。このホイールも同じように統一してカスタムできるようにしていきたいなと思います。はい、それからサイドになるんですけれども、サイドはですね、このピラーとモールですね、クロストレック、ご覧のように、 樹脂パネルの状態になっています。こういったところピアノブラックになっているお車とかが多いですけれども、この状態ですので、ここはもちろんカーボンシートでもかっこいいですし、ピアノブラックにしたらこちらも高級感があっていいと思います。合わせてこういったところもピアノブラックですとか、もちろんカーボンシートなんかもスポーティーでかっこよくなると思います。もちろんカット済みで貼りやすいように作っていきたいと思います。 はい。それからこちらドアハンドルですが、この部分はこの中ですよね。傷がとても付きやすいところになります。こちらもプロテクションフィルム。それからカーボンシートでカーボン調にすることも可能。そういったカット済みのシートを発売したいと思います。はい。それから給油口がありますね。クロストレックはどうでしょう。あ、このまま押すと開きます。ということは、開け閉めの時にここに触れますね。 そうすると傷がつきやすい。傷が気になるところでもありますので、そういったことから防げるように、ここもカット済みのプロテクションフィルムがおすすめですね。もちろん、カーボンシートなんかもワンポイントでかっこよくなると思います。はい、それからリアになりますけれども、リアガラスの用語、ここは樹脂ですね。ここもピアノブラックではない。ですので、ここもピアノブラックにできたり、カーボン調にできたり、そういった商品がいいですね。それからテールランプ、 この上が黒くなってますね。傷がつくととても目立ちます。このあたりも傷ですとか紫外線から守れるプロテクションフィルムなんかがおすすめかなと思いますので、こちらも発売していきます。そういった傷防止はやっぱりここですね。いろいろこういった車ですので、荷物を出し入れすると思いますが、ちょっと開けます。はい、結構広いですね。そして割と高いです。 こういったところで荷物を出し入れするときに気をつけていてもぶつけてしまうことっていうのはあると思いますので、プロテクションフィルムなどで保護をして安心していきたいところになります。それから、同じように、ここです。リアハッチのエッジ部分、不意に竹締めのときですね、ぶつけてしまったりすると残念になってしまいますので、このエッジ部分も保護できる商品も開発していきます。はい、今、ラケッジルームを開けたので、ちょっと見てみますが、ここに 照明がついています。あ、電球になっていますね。そしてこちらの車両は、はい、このリアハッチ側に照明がついているんですが、ここは LED なんです。そうすると、やはりここも同じように白い光で統一したいなと思いますので、こういった LED 商品も発売します。はい、その LED 商品になりますが、こちらのテールランプ、このウインカーがここになりますが、このウィンカーと、 リバースランプ、ここがですね、電球タイプになっていましたので、ここもやはり LED で統一していきたいなと思います。というのも、フロントがですね、せっかく LED のターンランプになっていますので、リアのウィンカーも統一していきたいなと思います。それから、冒頭でもお話ししました、ここですね、実際どういうふうにつくのか、テールランプを点灯させてみます。はいクロストレック、こういった点灯状態になりますが、 ここはですね、スモールランプ。もちろんブレーキランプも備わっていますが、ここはつくんですが、このゲート側、内側のこの2段、ここが点灯しません。やっぱり、特に夜間は、ここだけついているよりも、このデザインでここもついてた方がかっこいいと思います。当店のデモカーのレボーグで発売したテール LED、こちらになります。はい、こういったように内側も点灯させてかっこよくしたいなと。 思っております。それからナンバー灯ですね。ナンバー灯も連休です。ここも2つついていますので、上質な白い光になるように LED を発売したいと思います。はい、クロストレックの車内内装はこんな感じになっています。全体的にブラック基調なんですが、シルバーの褐色が入ったりはしていますね。少し寂しい感じがしますね。 こういったとこころは、当店ののオリジナル商品のカットト、済みシートこちらはシートバリエーションが選べて全部で6タイプあります。そしてその中で色も選べて自分の好きなところに自由にカスタムができるそういったカット済みのシートを発売していますこれをですねイメージとして当店のデモカーのレボーグで紹介したこちらの映像をご覧ください はい。こういったようにカスタムができる商品。クロストレック用も発売していきます。例えばですけれども、このシフトパネル。このシフトパネルはですね、ピアノブラックを使用していますが、その周りは樹脂パネルのままになっていますね。ドリンクホルダーの周り、シートヒーターのスイッチの周りなどもそんな感じですね。こういったところを統一できるピアノブラックシート。そういったものですとか、あとは全体的に使われているこのシルバーの部分ですね。 ここをシルバーではなくてカーボン調にしたりピアノブラック調にしたり赤にしたり青にしたりこういったカスタムができる商品になっていますクロストレック純正でここのパネルですねカーボン調になっていますそれからこのオーナメントパネルもカーボン調になっているんですけれどもこれ表情が若干違うんですねここは統一していきたいなと思いますのでこういったところも もちろんカスタムできるようにしていこうと思っております。はい。それから、今これ納車した手なので、養生を剥がしてないんですが、今ここに養生がされてますね。それからこのドアパネルにも貼られています。お渡しする前に汚れがつかないように養生しているんですけれども、結局はですね、ぶつけやすいということですね。はい。こういったドアステップ部分、こういったところ、それから、このステップパネルですね。樹脂の部分ですね。 もちろんこのドアパネルも。こういったところを含めて傷防止のアイテム。こちらも発売していきます。特にこの部分は傷がついたから交換しましょうとは言えない部分になりますので、こういったところにはプロテクションフィルムもラインナップしていきたいなと思っております。はい、それからこの車両にはフロアマットを装着していません。当店はですね、デモカーで購入する際にフロアマットは付けないで車両を購入しています。 これには理由がありましてなぜマットをつけないかと言いますと高いからです純正のフロアマット高いなって思われた方いらっしゃるのではないかと思うんですけれども当店で発売しているオリジナルフロアマットは低価格そして純正はですね運転席だけ傷んでしまったので運転席1枚だけ買いたいなというわけにはいかず1台分購入することになります当店で発売しているオリジナルフロアマットは 運転席側だけ、1枚だけ購入したいな。そういったことが可能になります。そしてさらに、色が選べます。おしゃれなチェック柄で、今回このクロストレックには、チェックグレー、ブラックとグレーの基調なんですが、こちらの画像をご覧ください。はい、こういったものですとか、レッドもあります。はい、こちらです。こういった形で、色も選択できるようになっていますので、おすすめです。 はい、この当店で発売しているオリジナルフロアマットは、このクロストレック用を発売しましたらば、詳しく詳細を紹介したいと思います。はい、それからルームランプ、こちらをチェックしてみたいと思います。まずフロント側。お、電球ですね。では、中央。はい、こちらも電球になっています。バニティーミラーはついているでしょうかはい、ついてますね。 電球タイプになっています。このあたりですね。一つずつではなくて、もうルームランプセットとして LED ルームランプ、こちらの商品を発売したいと思います。はい、今回の動画、スバルクロストレック、納車となりまして紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。色い々ろいろと細かい商品の説明等をしてきましたが、その中でもカット済みのプロテクションフィルム、こちらはですね、 新車で傷がついてしまうととても残念になってしまいますので、いち早く発売したいなと考えております。その後もですね、このオリジナル商品、専用商品ですね、クロストレック専用商品は随時発売していきましたらば、このアクアチャンネルで紹介していきます。ぜひチャンネル登録をして楽しみにお待ちいただければと思います。それでは今回も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。